お疲れ様です。クロスの龍です。夏です。よいしょーい。はい、このチャンネルはですね、サッカー、Jリーグが大好きな兄弟の印象を動画にさせていただいてます。はい。まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひ、チャンネル登録の方を、年内3000人ということで、あと1300人ぐらいですかね。そうですね。はい。ぜひ、ちょっとポチッと今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。情報をね、Jリーグの情報をもっと幅広くね、出していきたい、出していきたいと思ってるんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今日の企画を J2 レビュー。 J2、 はい、はい、最近はこうやってレビュー動画も上げさせてもらってますけど、はい、まあ、J1 よりも J2 の方が見られているというところにね、うん、面白みを感じてるんですけども、注目度がね、やっぱり思ったんですけど、うん、まあ、順位表とかも作ってると、はい、やっぱりね、順位の動きは J2 とか大きいので大きい、ね、そんだけ混戦してるんで、うんうん、やっぱもう注目も集めるわなという話なんですけども、うんうん、今週も見どころ満載でしたね。そうね。俺がプレビュー出したやん、うん、ちゃんと見た。見た。見たやろ。うん、めちゃくちゃ面白かったよ、今週、うん。岩田が、岩田京都の首位がどうなるのかとか、そうそう、すげえ、うん、プレビュー作る人間はすごいわかんだよ、うんうん。これみんなにね、うん、プレビュー見て、ね、週末入って、ね、レビューでみんなで振り返りたい。おもろいのよ、結構。自分で見よったらね、結構ね、わかりづらいのがね、これちょっと見てもらって、そう、少しでもね、参考になればね、予習してね、うん、最後復習してもらってというところで、はい、行きたいと思いますけども、はい。じゃあ早速、J2 の対戦表、結果表、こちらになります。ドン！はい。まあ僕たちはちっちゃい画面になってしまいましたけども、うん、はい。まあこんな形になっております。はい、まあちょっとね、うん、全部は振り返られないので、うん、かいつまんで、はい、振り返っていきたいと思います。はい。秋田対愛媛は、はい、愛媛が勝利しております、うん。まあね、最下位愛媛勝利して、はい、うん、勝ち点ぐんと伸ばしたので、はい、これでまた降格争いが分からない。はい。で、甲府対ヤマダ。ヤマダ。我々、ね、プレビューでも結構取り上げさせてもらって、うんうんうん、まああの最、まあ最強の守備力というか、守備対攻撃みたいなね。ホコタテ。ホコタテでした。ホコタテマッチ。ホコタテマッチ。見事。勝手にね、ホコタテマッチ。盾が勝ちました。まあ、守備もね、うん、あのやっぱ山形ね、うん、山田選手、うん、キレ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 よね、山田選手マジうまいよね、アタッカーって感じがしてめちゃくちゃ好きなのよ、うん、で釜山選手もいまして、うん、本当に山形ね、いい攻撃見したんですけど、うん、甲府がよく集中してた、うん、90分通して し、うん、ね、しっかり守りきって、うん、山形に勝利というところで、1点目も2点目もしっかり守って、うん、まあ、あのチャンスをしっかりものにしたということで言うと、やっぱりこう、アビスパラスタというか、そうね、アビスパラスタ、アビスパラスタ、あの守備固くて、しっかりこう、うん、ワンチャンス、ツーチャンスを刺すっていうのを、うん、俺はアビスパラスタと、アビスパラスタ、はい、いや、でも本当にね、まあね、まあ、守備から入るのが一番大事やけど、ね、大事なのよ、やっぱり、うん、素晴らしいゲームでした。はい、で、2点目ですよね。うん、あのハーフェイラインからのえぐかったね、鳥海選手あれはね、うん、あれやばかったね、やばかったね、声出たもん、うん、早かったもんね、あっ、ね、うん、まあこれはまた後ほどですね、はい、はい、長崎対京都、はい、ここですよ、もう見どころ見どころ、はい、まああの今回の見どころの挙げさせてもらった、うん、岩田と京都の首位チームが、うんうん、まあ上位陣のね、はいはい、長崎町田と当たるっていうことで、ね、うん、まあそこが勝てば、うん、多分昇格争いぐっと前に出るけど、まね、うん、負ければまたぐっと縮まったから、ね、うん、っていう内容だったんですけど、うん、長崎が京都に2対0、ね、強いね、長崎やっぱ乗ってきたな、うん、強い、うん、マジで強い、強いよね、本当に多分ね、うん、その厚さもあんのよ、うん、アビスパ福岡エリートリーグってやってましたけど、あのまあ、言えば、まあ、ちょっと試合に出れない人たちのゲームがあったんですけど、うんうん、 そうね、若い育成とかね、そこにトクラがいたり、うん、イバルボがいたりとか、たまらん、たまらんがいたりとか、その熱さが、うん、俺やっぱね、うん、終盤効いてきてると思うの。そうね、絶対そうよ。で、ピーター・ウタカとエジガル・ジュニアの得点を、うん、争いマッチでもあったんですけど、うんうんうん、まあ、お互い無得点ではあったんですけど、うんうん、エジガルジュニアはアシストを記録しております、うん、エジガル ね調子いい ねやっぱりなんかエジガルって得点だけじゃなくて、うん、結構そういうチャンスメイクというか意外にこう賢さもあるというか、うん、で上中朝日選手がねまたゴール決めて、うん、あのハットトリックったコンビがいいね乗ってるわ、うん、これはでもね徳田さんなかなか割れないかな、確かにね乗ってるから、長崎しかも結構やっぱ若いメンバーがね結構出とるし ね、うん、マイクマン、マイクマンもね、ハリスさん欲しいね、欲しいね、マジで東で言うと、まあ、ね、桑崎選手も ね最近結構出るしね、ずっと言うけど、うん、アピ欲しいね、欲しいねまあ本当に、はい、京都もね、うん、見てたんですけど、やっぱりこう、
ピーター・ウタカと、うん、イスマイラを中心にね、うん、まあ、イスマイラは途中からなんですけど、うん、まあ、すごく攻め入れてたので、うんうん、まあ、本当にあとちょっと1ゴール2ゴールが遠かったのかなっていうところで、うん、まあ、長崎が集中して守ったのと、うん、まあ、チャンスをものにしたっていうところですよね。ナイス勝利。イスマイラでも俺やっぱ好きだな抜け出したね、何回目だけどね、何が抜け出したね、あれさ、よくわかんない入れ替わり方するじゃんする、ね、やっぱあれってさ、ああいうこう外国人の強み、うん、ロマン、うん、困ってますよね、うん、だってこうなったのか、いつの間にかこうなったのよ、そうそう、わけ分からんよ、内回りが前に入ってね、そう、ファールなしで、うん、あれおもろいのね、何か感じるね、やっぱありそうな気がする ね、うん、はい、次行きましょうか、はい、水戸対相模原、はい、4対4、おもろかったでしょ、うん、もう追いついて追い抜いて追いついて追い抜いてみたいな、4-4 ってなかなかないね、ラスト10分ぐらいで3点ぐらい動いたから やばい ね、 ね、野球や、野球でしょ、ほんとに。やっぱ相模原で僕気になったのは、うん、あの児玉俊斗選手、うん、うまかったね、いや、うめえやついんなと思ったら児玉俊斗選手で、うん、名古屋の選手だね、名古屋か、やっぱりいい選手持ってんのよ、うん、うまかったね、ね、児玉選手のシュート2点とも、うん、俺特に1点目のシュートが好きで、うんうんうん、あのタイミング外して外した、本当外したかったね、早くて強くなくても、うん、タイミングずらせば枠に入るんですみたいな、あのシュート好きで、うんうんうん、結構個人的にはいい選手だなって改めて思ったし、まあ、2点目もねタイミング合わせて持ってるなって ねやっぱりね、あれ良かったっすよ、うんうん、あと水戸の俺7番の選手がすごくちょっと名前忘れちゃったんですけど、うん、良かった気がするので、うん、まあ、来年 J1 とかもしかしたら声かかるかなって気はしましたけども、うん、はい、はい、まあ、新潟と金沢は金沢が勝利して、うん、これもやっぱ下位チームが勝つことで新潟がまた落としちゃったんですよね、うん、で次の栃木大宮も大宮勝利、ね、はい、おー下位チーム頑張ってるね、いや頑張ってんだよ、まあ、栃木もどっちかというと下位の方なんだけど、うんうん、下位対決でね、はいはい、大宮が下田監督どんどん上がってきてます、うん、一時期はもう今年も厳しいのかと思ったけど、うん、上がってきてます、はい、はい、で、最後いきましょうか、はい、町田対岩田、町田岩田もうね初日に、うん、京都俺負けたんで、うん、あこれ岩田もあれなって、ね、流れが、ね、あったでしょ、うん、食うね、これと思ったね、食う、いや、そうこの流れで岩田負けて、うん、ギュッていくと思ったら、やっぱ岩田強いよ、町田も強かったの、うん、あ町田も強かったっす、岩田が強かった、うん、ルキアルキアうまいね、うまいっすわ、いや、やっぱりでもここで何回も言うけど、やっぱり岩田ってベテランが多いから、そ う、 ね、そういうところ終盤の勝ち切る力っていうね、やっぱあるんかなって思うけどね。でもね、町田、うん、俺もなんかちゃんとあんまり今まで試合見れてなかったけど、うんうん、めちゃくちゃいいね。ドゥ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 。チョンテセ。テセ。あのやっぱ後半やっぱ、うん、そのドゥドゥとかチョンテセも入っていて、うん、もう結構押し込めてたんで岩田を、うんうんうん、後半80分だとかは。うん、まあ、あの中でやっぱ1点入ればと思ったんですけど、うん、やっぱ岩田の守備も硬くてね、うんうんうん、やっぱあそこやっぱほら最後あんだけ追い込みかけれるってことは、うん、やっぱりこう点に関われるチャンスはあったんで、うん、そこが1点でも入ってればまた変わった結果だったんですけど、引き分けにもしくいってなったね、やっぱここ岩田の強さ、うん、おもろかったねこのゲームも、うん、やっぱ岩田って感じだね、やっぱり岩田、うん、やっぱり岩田なんだ、はい、ということで、はい、じゃあ順位表を見ていきましょう、はい、こちらです、ドン、はい、はい、岩田が首位に、単独首位に、岩田がちょっとね、抜けた、ちょっと差が抜けたね、ちょっと抜けた、でも長崎も3位に浮上しております、はい、ついにここまで来ました、うん、いやすごい、うわ新潟甲府がねちょっとね、そう、この前直接対決もあったし、うん、でも甲府は連勝中ですし、うん、新潟がちょっと連敗中なんですよね、そうね、新潟いい位置おったのに、ね、そう、新潟ここ2連勝とかしとけば、うん、今63番だから、ね、めちゃくちゃいいとこにいないけど、ちょっとスルスル、もうスルっていくよね、そう、うん、でも新潟は上がったり落ちたりなのこの辺を、うん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 、長崎が順調に上げてきたよね、いやちょっと長崎3位ちょっと珍しい、シーズン序盤、ね、降格圏に近かったよ、うん、でもやっぱ監督変わって、うんうん、ズズズズズっと来てますから、いやいや、ちょっと上がりすぎじゃないっていうぐらい上がってきたね、うん、で、こうなると勝ち点差が、うん、まあ、3位の長崎と岩田で11ありますよ、うんうん、11やったらあるね、残り、今回42試合ある、あと10試合残ってるんで、42試合って多いね、多いね22チーム大変そうやね、うん、で、まあ、長崎に限らず、うんうん、6位の町田ゼルビアまで55とかなんで、うん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 、言えば長崎と1勝差しかないんで、うん、
ありますよ。琉球山形も入れてください。まあ確かにね。入れてくださいよ。まあまあまあ、まあ、俺の予想琉球山形も入れてくださいよ。見事に落ちてきましたね。いや、わかります。あのね、やっぱ俺データ見てたの。うん、あのやっぱデータ見て、うん、岩田となんで京都が良かったの、うん、やっぱ失点が少なかったりとか、そういうスタッツが良ければ多分、うん、省エネで後半までいけるのよ、うんうんうん。山形とかもすごい攻撃いいんだけど、うん、やっぱちょっと守備の弱さとか出ると、うん、こうやっぱその分取り返さなくちゃいけないってことで、うん、余計に燃料使うのよ、うん、まあね、今時のチームよね、やっぱほら守備がしっかりそうなのよ。いやでもこういうちょっとやっぱ琉球やったり山形って夢があるやん。まあ夢はある、ね、夢はある。攻撃でガンガンいける、ね、勢いのあるチームってちょっと上がってほしいなって思うけどね。まだでもね、あと10試合あるんで、うん、だって勝ち点30分あるわけやから、うん、まだ今からそうね、全試合勝てば全然あるのよ、うんうん、そうね、面白くなって、面白い。まあ昇格予想をちゃんと取りたいと思いますけどね、うん、はい。で、まあ、降格の方に関して言うと、うん、今日金沢が勝って一気に降格に抜けました、うんうんうん、おー素晴らしい。え、これやばいね。やばいよ。いや俺ずっと言ってるじゃん。だから22位の愛媛が勝ち点9勝って伸ばして29なの、うんうんうん、14位の大宮までが4しかない。9チームで争ったのよ。9チームで争いようや。そう、9チームが勝ち点4の中にいるから、うんうんうん、言えば、もう2連勝し、2連敗とかしたら、今14位よ、うん。もう注意にいる、いやすごい、ね、大宮が一気に降格圏で、あ、ほんと大宮あそこに降格圏入っとったのに、14位まで一気に上がった、ね。そうなのよ、うん。めちゃくちゃ訳が分かんない。分からんくなってきた。そう、だけど、まあ、岡山とかもね、うん、まあ、ちょっと安心はできるけど、うん、まあ、残り10試合ってことを考えれば、うん、まあ、12位秋田ぐらいまでは、そうね、まあ安心はできないかなと思うんですけど、引き分けでもなんとでもやっぱ勝ち1ずつ積み重ねときたい。そう、ね、今年のね多分 J2、うん、昨年のデータも今度持ってきたいと思うんですけど、うんうん、多分この時点での勝ち点差が多分ギュッてなってると思う。いやすごい。いや大体1、2チームはさ結構もう、ね、結構厳しいねってなるところがあるんだけど、全然ないよね。ないね、うん、だって本当愛媛次勝てば、うん、抜けれるわけだから ね、 そうね、うん、すごいことですよ、うん、白熱してます。白熱やね。これは伸びるに決まってますよ。いや、間違いないね。はい。はい、はいはい、というところで、はい、終わらせていただきたいんですけども、はい、今日のベストゴール、はい、はい。あの、まあ、前試合、あの、うん、まあ、ハイライトの試合もあったんですけど、うん、見させてもらって、はい、で今日のベストゴール、発表お願いしてもよろしいでしょうか。はい。今日のベストゴールは、バンフォーレ甲府の、鳥海選手。やっぱりねあれは素晴らしい。ね、まあもう本当にまれに見るっていうかなかなかないゴールやけど、ゴールすよ。やっぱり一番すごかったのは反転してもうシュートまでが早かったね。くさび受けて前向くまでがめちゃくちゃ早くて、うん、で前向いてキーパーって言って、まあもうその前から見てたとは思うけど、うんうんうん、また改めて見た上であ、うん、これ狙えるってなってシュートまでがすごい早くて。早かった。まあでも常に周りを見てるっていうところがあったりとかね、やっぱ置きどころがめちゃくちゃ良かったから、ね、あれないいキックが蹴れたっていうところでね。そうなんですよね、うん、いやあれは技術がないとできない、うん、もうラッキーじゃないんですよ、うんうん、ちゃんと常に周りを見て、あと ボールを止める、うん、動かす、うん、蹴るの技術があってできるゴールですから、ね、うん、ああいうのラッキーゴールに見られがちやけど、そうなんよね、違うんよ、うん、ちゃんと裏打ちされた技術、うん、前準備があってのゴールっていうところで、うんうん、で特に甲府みたいにさ、うん、結構しっかり守備固めるチームって、うん、ああいうカウンターのシーンって増えてくる中で、うんうんうん、やっぱり甲府としては、うん、あれが一番早いゴールなわけじゃん。そう、ね、うん、ゴール取って早くゴールに行きたい、うん、じゃあどうすんのってもあっから蹴って決めたら一番早いっていうので、まあ、守って人差しっていうのも本当そこ、そう、あそこが一番最終形のゴールになってくるわけで、ね、そうそうそう、そういう意味では、うん、甲府の攻撃をすごくもう具体化したというか、うん、今年1年目ですって、うん、俺も知らなかった。すごいね。1年目であんなに選手だよね。ちょっと要注目っす。はい、来年アビスマ取るか。ぜひお願いします。はい、あの引き抜きまーす。長谷部監督に電話してください。あ、しげさんって。友達じゃない。あの、甲府の取りたい選手です。あと、水戸の7番。欲しいね、ぜひ。了解。いや、友達じゃない。って言ってた。さっき言ってた。さっき、はい、って言ってましたけど、はい、はい、まあ、茶番は以上にいたしましょうか、はい、なんだかんだまた今日も長い時間になってしまいました、はい、長い時間動画ご視聴いただきありがとうございます。 J2 サポの方もね、いろいろコメントいただけたら、ね、ぜひ教えてください。そう、まだ俺らもね全部見れないんで、うん、なんかいろいろうちのチームまだこうですとかね、そう、うちのチームはこういう怪我人がいて今後ちょっとまだ期待できますよとか、そうそうそう、やりますよ、うちはってのあったら教えてください、うん、ぜひお願いします。はい、では、はい、今日も長い動画ご視聴いただきありがとうございました。
チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。